箱石浜異物砲岩地氷中地図箱石浜、異物砲岩地、通称、箱石浜遺跡は、京都府京丹後市久美浜城港宮の箱石海岸の砂丘上に広がる国の史跡。史跡名称は箱石浜異物砲造地、史跡指定地に立つ氷中には箱石浜、異物砲岩地と記されている。縄文時代から室町時代にかけての長期にわたる、 各時代の遺物が出土した複雑な様相を呈する遺跡群で大小約5000の古墳や古代遺跡が埋没すると見られる丹後地方の考古学研究の草分けとなった。石棺発見当時の様子箱石浜遺跡の発掘調査は2020年現在までほとんど行われていない。そのため遺跡について判明していることは採集された資料から推定されたことに限られる。 遺跡群は砂地の風清掃に覆われているが、明治時代には砂が移動し遺跡方眼層や生活面が地表に露出していた時期があり、1887年より、以前に稲葉家の稲葉卓造によって発見され、稲葉と組浜郵便局の局長であった小田く次郎によって多くの遺物が採集された。採集された資料は縄文時代後期から室町時代にかけての 各年代にわたり、区域ごとに、差異のある遺物が出土したことから、稲葉は遺物を採集した場所を、その出土した遺物の特色により、鉄山、貝塚、石原、人形が丘、骨山、製造場、白石、新海場、大久保等と命名し、区分けした。稲葉は箱石浜遺跡の発見を、1898年6月28日発行の、 東京人類学雑誌第147号雑録において発表し、これにより遺跡は広く、全国に知れることとなった。遺物の年代が割合としては、弥生時代の遺物が多く見つかっていたことから、当初は弥生遺跡として長通ったが、国の史跡指定の期間となった1920年の梅原町寺の報告書の時点で、石やりや玉、下玉の未完成品や、 メノウの破片、鉄紙、中国の陶磁器や高潮十二線、中性派かなどを、多様な年代の考古資料の断片も出土していることが確認できる。年代の異なる、石属、銅属、鉄属の形の類似性から、劇の発達過程の研究において注目された。数多くの出土品の中でも特筆すべきこととして、1903年に、サラの大毛による通過、 河線2枚の発見が挙げられる。河川は21世紀には長崎県域島原の辻遺跡などで弥生時期と共に出土した他例が知られ、大盲の時代だけでなく中世にも使用されていたことが判明しているが、箱石浜遺跡で出土した当時は流通期間の短い貴重な資料の出土例として箱石浜遺跡の名を全国に轟かせた。この発見で、 かつての中国大陸との交易や文化の影響を考える上で重要な遺跡と位置づけられたことにより、1921年3月3日に国の史跡に指定された。21世紀初頭において、久美浜町内でほぼ直角に折れて、南西の久美浜湾に注ぐ佐野谷川が、かつては北流市日本海に直結しており、その時代の川口港が箱石浜遺跡であったと見られる。 郷土史屋の沢清は、箱石浜遺跡の始まりは、久組浜海人族の拠点として、朝鮮や北九州などとの対岸貿易において繁栄し、五世紀前後に、雨の日穂子集団がその後を継いで、久組浜湾も含めた地域の拠点としたものだろうと、推論している。当地の地名、箱石の語源は、廃石に由来し、そこを領有していたいそを意味する古語であることから、縄文時代より、 人々が居住した海岸と解釈される。箱石浜井仏方岩地に隣接する黒松植林地、京丹後市久美浜町の海岸乱急に砂が堆積した古い砂丘の上に展開する。網野町との境である箱石集落の西に位置する。東西一キロメートル面積、約二十五ヘクタールの広大な遺跡群で、史跡指定地の延辺部、砂丘全体から見ると、海岸側に、 1926年6月に混流された箱石浜異物方眼地の標柱が建てられている。異物方眼地の範囲は資料により若干の差異があり、東西約800メートル、南北約500メートル、面積約44ヘクタールと記載されている場合も、あれば東西800メートル、南北600メートル以上と記されている場合もある。 21世紀初頭における当地の自然環境は海浜沿いの作物を生育するには厳しい砂丘の状態であるため海浜自然植生が見られ、その内陸に黒松やハイネズの自然植生とさらに内陸に人工的に防砂林として植林されたアカシアの林が展開している。黒松の自然植生は日本の白車聖書100選に選出される。 継承地の一部に含まれるが、箱石浜では、松食い虫被害による松枯れが相次いでいることから、地元の組浜城、箱石区は2010年から、日清製作所や京都府立組浜高等学校、京都北都信用金庫らと共同組織を作り、毎年黒松の植栽を続けている。その植栽地は、箱石浜異物方眼地の氷柱を取り囲むように、内陸に展開する。 これらの植林のため、地図上においては、海岸部を除いて、砂礫地の記号はなく、砂丘地の範囲を判断することはできない。史跡指定地の背後、植林によって固定された砂丘地の一部では、果樹や野菜などの砂丘農業が行われている。史跡指定地周辺の海岸は、鳥取県まで連なる約 75km の地域が、山陰海岸国定公園に指定されているが、 箱石浜遺跡周辺はその中でも群を抜いて自然植生が残る地帯と認識されている。1997年に行われた植物調査報告によれば、箱石海岸の波打ち材から10メートルの地点から砂丘最長部までの70から115メートルにわたり、貴重な海浜植物の群落が見られる。箱石浜遺跡一帯は大正末期から昭和初期にかけて、 遺跡調査の道案内を頼まれた土地のものの覚え書きによれば昼間でも案内人がいないと道に迷うような薄暗い黒松の林の中にあったという。しかし第二次世界大戦末期に松の樹脂を多量に採集したことにより樹勢が衰え松食い虫の被害を受けて松林は全古死した。終戦直後に米軍が撮影した写真では海岸から佐野谷川まで一帯が 砂浜となっていた。1954年から1970年頃までの間に、暴風林として、ニセアカシアの植林が進められ、1964年の時点で、史跡指定地の背後から佐野谷川にかけては、緑化しており、史跡指定地内にかけても植林が進みつつある様子が、当時の空中写真から読み取ることができる。各年代の空中写真の分析により、 前述の21世紀初頭の景観は1976年の時点でほぼ出来上がっていたものと考えられる。縄文時代から室町時代にかけての各時代の多様な遺物が区域ごとに出土している稀な遺跡とみられる。出土遺物の研究は1901年4月20日発行の東京人類学会雑誌第157号で、 地質学者の佐藤伝蔵が白編として、顕微鏡観察した石族がサヌカイトであることを報告したのが端緒である。その後、精密な図面を多く描き残した学者として、定評ある大野信太郎が遺跡の現地調査を行い、1909年と1912年に同市での報告を行った。これらの先行研究を踏まえて1918年度に現地調査が行われ、 国史跡指定に至る1920年刊行の梅原松次の報告書、京都府史跡省地調査会報告第2冊が提出されている。王の運怠によるば石浜遺跡出土の弥生戸絆。ありがとうございます。